こんにちは、ヘアサロンカーベナの柴田です。メンズスタイリングを今日は撮っていきたいと思います。少しオイルを先につけていきます。巻いていきます。本当はこんな感じで回していきます。特にメンズのパーマスタイルは少し根元から立ち上がっている方が低いので、ちょっと根元の方からこう立ち上げていく感じで巻いていくと低くなります。特にポイントは前髪ですね。この辺り結構男性癖が多いので、この辺を細かく丁寧に取って巻いてあげると、ツヤも出ていい感じのパーマスタイルに仕上がると思います。最後にもうちょっと欲しいなと思うところは、少し時間長く靴を入れてあげると強いパールになるので、ここは手でゆっくり巻いていきます。仕上げはシアバターでいきます。これぐらいです。切るまでしっかり擦るのがポイントです。全体的に毛先からつけていきます。下から上に持ち上げるようにしてあげると、まんべんなくついてくれるので、